はい、ではですね、今日は筆ペンの上達法について、動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。ですね、いつも鉛筆でやっておりますけども、今日は筆ペンの上達ということで、筆ペンのですね、筆ペンと鉛筆ですね、いつも使っているこの鉛筆、4B の鉛筆なんですけども、この違いですね、どういうふうに違うかについて、動画を撮っていきたいと思います。まずですね、書きやすいのはですね、どっちかというとやっぱり鉛筆ですよね。で、鉛筆のいいところっていうのはですね、ここ押さえても押さえてもこれ以上こう進まないっていうことですね。どういうことかというとですね、線が全部同じなんですね。はい、わかりますかね。全部線が同じです。押さえても軽く押さえても全部線が同じですね。はい、これがですね、鉛筆なんですけども、でこれに比べて筆ペンですね、筆ペンはまあどう違うか、ここ見てください。先がですね、細いですよね。で、太くもできます。で、細くもできます。どういうことかというとですね、人間の体とか腕とかと同じように、ここ筋肉と思ってください。太いところと細いところがあるのでですね、肉体って結構美しく見えるんですけども、細いところと太いところ、細いところがあるので太いところが際立つ、太いところがあるので細いところが、よく見えるっていうことなんですよね。全部同じパターンだとなんか見ていてですね、普通なんですけども、こういうですね、太いところと細いところが、一緒に来るとですね、字はですね、立体的に見えるんですよね。なのでよく見えるというか、迫力がある字が書けます。それが筆ペンの特徴ですね。で、筆ペンの、この筆のですね、これだけあります。穂先が。で、これの全部を使うこともできるし、先っぽだけ使うこともできる。これによってですね、大きくこう差が生まれるわけですね。で、ちょっとひらがなののを書いてみます。こう細く入りまして太くします。はい、で細く上げてちょっと太くします。はい、こんな感じですね。ここ細いですよね。でここも細い。でここ太いですね。なのでここ押さえがしっかりしてるんですよね。なので細いところと太いところ両方が際立っているので、字が立体的に見える。これがですね、筆ペンの特徴です。はい、で筆ペンの上達法ということなんですけども、基本的に言うとですね、筆ペンは普通にですね、鉛筆のようにこういうふうに書いたらひょろひょろっとしてますんで、なよなよしく見えます。で、これはさっき書いたののように力強く見せるには、細いところ太いところっていうのを出すのと、あと止めと羽ですね、これをしっかりすること、押さえですね。で、これらがうまくできることによって、鉛筆とかボールペンとかよりも数段よく字が見えるんですよね。なのでまずですね、押さえですね。押さえは私が、いつも動画で撮ってますですね、入り、こういう入りですね。例えば年っていう字ですね、こう入って跳ねます。ちょっと入れて跳ねます。はい、ここも入れますね。ちょっと入れて点を打ってから跳ねます。はい、これのですね、こういうところ、入り方ですね。こういうところですね、
あの押さえを入れるんですよね。こういうところはですね羽です。こういうところも押さえですね。ここの入りも押さえ、ここも入りも押さえ。ちょっとこれで筆ペンでちょっと押さえていくとですね、ここ注意するとここですね、こことここの入りで、ここの押さえですね、でここの入りとここの押さえで、ここの入りですね、とここの入りと、あとここの押さえと、あとここですね。この辺がですね肉付きがついて、しっかりすると立体的に見えるわけです。なのでこの辺について、注意しながらですね線の描き方を今日マスターしましょう。はい、ではですね入り方、描きます。穂先でこう入れます。入れてですねちょっとねじります。こんな感じですね。こう入れてですねちょんと入れて、ここをですねちょっとねじる感じですね。こうちょんと入れてちょっとねじる感じいますね。ちょっとねじる感じ、こんな感じですね。はい、でこの横ですね、横もちょんと入れて斜めに入りますね。はい、こんな感じですね。はい、ここですね山を作ります。この入りもですね注意していただきたいのは、こういうふうにこう入らないですね。何気なく入って何気なくこう止めも跳ねもなく抜けるとか、こういうのはですねひょろひょろ力弱く見えます。なので必ず入りはですねちょっと注意する。そうですね、はい。でこれを踏まえてですねちょっと年という字をですね書いてみたいと思います。はい、こういう感じですね。今言ったですねこの辺ですね、ここで黒くつけてるところで、ここをですね注意しながら描いていくことが大切ですね。こことこういう入り口ですね、この辺をですねしっかりこう角を出すような感じ、こうやってちょっとねじる、こんな感じですね。で横もちょっと跳ねてこのまま横ですね。はい、はい、こういう感じですね。はい、ではですねこれ真似して練習してみていてください。はい、ではですね今日は筆ペン上達法ということで動画を撮っていきました。ありがとうございました。